誰かが言った。涌谷町は金ばかり、金しかない。それの何が悪い。天平21年、この地で日本初の金が見つかり、奈良東大寺の大仏を完成へと導いた。涌谷町で金が見つかったことから、黄金の国ジパングとしての世界に誇る日本文化につながった。誇るべきオンリーワン、日本初の産金地涌谷町。